どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日は、ちょっと長野に行ってきます。長野の雰囲気とかあなたにシェアできたらいいなというふうに思って、今日は撮影していきますのでよろしくお願いいたします。今日は一応朝5時ぐらいに起きたんですけど、余裕で起きられました。って言っても若干今雨がパラパラと降っているのでちょっとどうかなっていうふうに思うんですけど、でもこう家にいてずっと仕事してても退屈なので、こう外に出られる、そして長野に行けるってすごい楽しみです。はい、高尾に着きました。 JR 高尾口ですね。なんか途中雨がパラパラ降っていたのでちょっと心配だったんですけど、まあ、今曇りということで暑すぎないナイスな天気です。はい、ありがとうございます。で、待ち合わせまであと20分ぐらいあるので、ちょっと時間潰して撮影しながらいろいろと今を潰していこうと思います。大自然が繰り広げられてますけども、いやー、すっきりします。そしてこの川のせせらぎの音が聞こえてすごい心地がいいですね。早速、うん、まあでもここ高尾が本題ではなくて、これから車でピックアップをしてもらって長野の方に向かいます。はい、そこが今日のメインなので、はい。あー、こんにちはすー合流しました。はい、今バッチリ撮らせてもらってますけど、あ、全然NG だったら言ってくださいね。ええ、全然、はい、大丈夫です。やらしい。よろしくお願いします。よっくん。あ、はい、お願いします。やっていきましょう。はい、じゃあ。春の考え。出ますけど、今。サーカーインフラはサービスギアで、今、提供してます。もう夏が終わったかなと思ったんですけど、まだ全然セミの鳴き声とかもしてるんで、はい、でもなんか夏休みを満喫させていただいてます。ありがとうございます。丸さん、ここはどこですか？諏訪湖になります。諏訪湖？このステージ、このシトロエめちゃくちゃかっこいいです。あれですよ、いいやつじゃないとダメな商品は、はい、ということで長野に来ました。いや、雰囲気いいですね。オリンピック聖火台と、おお、あ、僕映ってます。いいですね。今長野の西湖って書いて、まあ、西湖っていうものかちょっと分かるんですけど、ところに来てます。ちょっと気温が今28度とか、体感は30度ぐらい超えてるんですけど、でも風が吹くとすごいそよそよしてすごい気持ちいいです。今からご飯です。草笛、すごいサインがいっぱいあります。サインがいっぱいあるんですけど、誰が誰だかちょっとよく分からないんですよね。あ、でも一応皆さんが分かるものとしては、この浅田舞選手、はい、浅田舞さん、どーん。まあ、ここに僕は飾れるのは100年後って感じですね。はい、かき揚げが大盛りですかっていう意味なのかもしれないですね。もし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 、はい、失礼しました。こうやって、あー、すいません、ありがとうございます。いいですか、持ってていただいて。あー、すいません、いいですかね。じゃあ、いただきます。うん、うまい。うん、大丈夫ですか、もう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
やっぱ長野に来たらそばですよね、うん、あ、ちょちょちょ、ではいただきます。うん、すんごいそばです。すんごいそば。めっちゃそばです。OK ですか？はい、今僕たちは川中島というところに来てます。川中島、なんか合戦がありそうな名前ですけども、はい、来てます。で、こう川中島の雰囲気というのはないので、ちょっとこの辺で川中島のシーンは以上です。はい、今は長野の北っていうところに来てます。長野北、はい、かどうかわかんないですけど、ちょっと先ほどのところから北上してきたっていう感じですね。ただちょっとここもですね、あの長野来たよみたいな、こう長野かみたいなとかちょっとないので以上です。でもなんでしょう、やっぱこう気温がちょっと東京と比べて 1,2 度低いかなっていう感じもします。あの炎天下なのでちょっと今直射日光が暑いんですけど、あとその人混みも全然ないですし、お店どこ行っても空いてますし、静かですし、お店の人も優しいしっていうんで、やっぱ長野いいっすね。はい。じゃあもう終わりということで、今日は早かったですね、本当に楽しいなってます、楽しくなってますね。なんかほぼあのドライブとかちょっとご飯を楽しんだって感じですね。そば食いに来た。そば食いに来た。次はあの仙台に行って一泊しながら。いいですね。いいですね。行きましょう。次はちょっと早めに盛り上げて、はいはい、温泉とお食事を楽しんで。ああ、いいですね。はい、サービスエリアで休憩です。で、今からこの横川院に入っていきます。温度違いますね。やっぱなんか気温が2度ぐらい下がりますよね、ここ。うわー。わあ、本当涼しい。違います。わあ、気持ちいい。はい、ということで今日は、まあ、仕事をしながら長野に来たんですけども、多分あんま伝わんなかったかなというふうに思うんですけども、長野にドライブしに行って、そこでお蕎麦を食べて、で今こういったところで涼めたので、ちょっとでもなんかこう自然を感じましたと、癒されましたと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、じゃああとはちょっとこういろいろ撮影しながら、音楽も差し込みながら、あなたにシェアをしながら、今回の動画は終了しようと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。